法人類学とは、司法の文脈における解剖学的な応用人類学、考古学や化石学といった分野からの応用も含む。法人類学者は、不乱、消失、切断、その他認識が難しい状態の遺体から身元を特定するための調査を支援し、法医病理学者、法師学医、そして犯罪捜査の刑事たちと同様に、 専門家証人として法廷に立ち、証言を行うものである。遺体からの身元特定は、骨格に存在する物理的なマーカーを使用して、被害者の年齢、性別、身長、人種的祖先の決定を行う。またその際、個人の外見的特徴だけでなく、その死因や骨折などの過去の外傷、医療処置の有無、骨癌などの疾患なども明らかになる場合がある。 現代における骨から個人の身元を特定するという手法は過去の人類学者たちによる様々な貢献と研究の歴史の賜物である。収集された何千もの骨格標本を研究し、特定の母集団内での差異を分析することにより、法人類学者は身体的特徴に基づく推定を行うことができるようになった。これらを踏まえて、 法人類学は、この20世紀、専門訓練を受けた多くの人類学者や多数の研究機関も生まれ、一つの法科学的、専門分野として、完全に認められるまでに発展した。1995年のスレブレニツァの虐殺犠牲者の遺体、2007年に発見された、集団墓地。法人類学は、法科学の中でよく確立された分野である。 遺体が長期間発見されず、人を識別する身体的特徴が失われている場合などにおいて、法人類学者が必要とされることになる。また、法人類学者は、身元不明の遺体から身体的特徴を再構築し、そのデータを、ナショナルクライムインフォメーションセンターや、国際的なインターポールのデータベースなど、 行方不明人のデータベースに登録することによって身元の特定に役立てている。法人類学者は戦争犯罪や大規模事件の捜査の支援も行っている。911テロ、アロー航空1285便墜落事故、US Air 427便墜落事故といった通常の身元確認は不可能に近い非常に悲惨な事故などの犠牲者について その身元特定に関わる役割を任されてきた。人類学者はまた、実際の事件から、年月が経過した大量虐殺の犠牲者たちの身元を特定する手助けもしてきた。ルワンダ虐殺やスレブレニツァの虐殺などの調査も、法人類学者が実施してきたものである。現在、欧州法人類学協会、英国法人類学協会、及び、 米国法人類学者協会といった組織は法人類学の発展及び基準の策定に関するガイドラインの提供をしている。遺体の法科学的調査における人類学の活用は人類学の科学分野としての地位と形質人類学の発展によるものである。人類学の分野はアメリカで始まり20世紀初頭には正当な科学と認められつつあった。アーネスト・フートンは 形質人類学の分野を開拓し、米国でにおいてフルタイムの教職を歴任した最初の形質人類学者となった。彼はアメリカ物理人類学者協会の創設者とともに組織委員会のメンバーでもある。フートンの弟子たちはその後20世紀初頭最初の形質人類学博士号プログラム創立することになる。トーマス・ウィンゲート・トットは 初期の人類学者としてこの分野の確立に貢献したことで特に著名である。彼は人間の骨格の大規模なコレクションを作成し、合計で3300体の人骨、600の猿の骨格、および3000の哺乳類の骨格を収集している。このデータは現代でも様々な研究に用いられており、現代人類学への大きな貢献となっている。彼はまた、 地骨接合の特性に基づき、年齢推定値を算出する方法も生み出した。この基準は現在更新されてはいるものの、発骨化したい骨の年齢範囲を絞り込むために、現代でも法人類学者によって使用されている。これらの初期の人類学における先駆者は、人類学を確立したものの、法人類学としての認識を得ることになるのは、トットの教え子でもあった、ウィルトン。 m クロックマンが登場してからである。ウィルトン・クロックマンは1940年代、法科学における人類学者の潜在的な価値を積極的に啓蒙する最初の人類学者であった。この時期になって人類学者はアメリカの FBI などの連邦政府機関で公式に協力するようになった。1950年代には、 アメリカ陸軍は朝鮮戦争中の戦争の犠牲者の身元特定に法人類学者を採用している。法人類学の正式な起源はこの時である。1940年代に開発され、戦争によって改良された方式は現代の法人類学者が利用する手法のもととなっている。アメリカでは1950年代から1960年代にかけて 法人類学の専門家が始まった。これは、ちょうど検視官が行っていたことを観察医が行うようになった時期と重なっている。法人類学がアメリカ法科学アカデミーの一分野として認知されるようになったのもこの頃である。現代では、法人類学者が知名度の高い事件に取り組むようになるにつれて、法人類学に対する世間の関心や注目も集まり始めた。 有名な事件としては、江戸原因によって殺害された犠牲者の身元特定を行ったのは人類学者、チャールズ・メルブスである。調査の過程では、法人類学者はしばしば遺体の性別、身長、年齢、人種的先祖といったことを推定するよう求められる。方法としては、一つに骨学に関する知識と骨格内で発生する様々な特徴を見るという手法が取られる。 性別は骨の性別的な固有の違いを探すことによって決定される。中でも骨盤は性別の決定に極めて有用であり、もし入手可能であれば非常に高いレベルの精度で決定することができる。女性の骨盤、幅が広く仙骨が短く、奥にある男性の骨盤、幅が狭く仙骨が長いしかしながら、骨盤は常に存在するわけではないので、 法人類学者は、性別間で明確な特徴を有する頭蓋骨といった他の骨格上の違いも知っておく必要がある。身長の推定は、過去長い間の研究における積み重ねのデータから導き出された一連の式に基づいてなされる。一般的には、足の大腿骨、頸骨、及び肥骨、さらに腕の上腕骨、尺骨、頭骨も、 測定のために使用される場合がある。身長を決定する際には、個人のおおよその年齢を確認することも重要である。人は年を取るにつれて骨格の収縮を起こし、30歳を過ぎると、人は10年ごとに身長の約1センチメートルを失うからである。年齢の決定方法は、対象が成人か子供かによって異なる。21歳未満の子供の年齢は、 通常は歯を調べることによって決定される。歯が利用できないときは成長版に基づいて判定する。完全な骨格が利用可能な場合は骨の数を数え大人の骨数と比較する。成人の骨は成人期に達してもほとんど変化しないため子供よりも難しい。可能な方法としては顕微鏡で調べることである。骨の成長が止まっても 新しい骨は骨髄によって常に形成されている。もう一つは骨の上の関節炎の指標を探すことである。これらの指標を組み合わせ、法人類学者は個人の推定年齢の範囲を絞り込む。人種的祖先の決定は通常3つの歴史的グループ、つまりコーカソイド、モンゴロイド、およびネグロイドに分類される。しかし、これらの分類は 国際結婚の割合が高まり、困難なものになっている。通常、上顎はそれぞれに属する基本的な形状を持つため、方骨弓と尾行などとともに、その人種的祖先を決定するために用いられる。これら形状を測定し、その計測値をもとに、複雑な数式を用いて計算する、方ディスクと呼ばれるプログラムも作成されている。 このプログラムは既存の多くの測定値のデータを保持しており、推定される人種的祖先を導き出すものである。これは物議を醸す場合もあるが、対象者を絞り込むために、警察の調査でしばしば必要とされる。方向古学者は、発掘技術に関する専門知識を活用し、遺骨が法的に許容される方法で確実に回収されるよう支援を行う。 遺骨が埋葬されている場合は、適切な発掘により、どんな証拠も無傷のまま収容されることになる。方向古学者と法人類学者の違いは、法人類学者が特に人骨学と遺体の回収について訓練され、方向古学者は、より広範に検索と発見のプロセスを専門としているということである。加えて、考古学者は、発掘区域及びその周辺にある遺物の、 調査発見の訓練も受けている。これらの遺物は、例えば結婚指輪やタバコの吸い殻、靴の跡など、潜在的に見込みのある証拠まであらゆるものが含まれる。方向古学者は、現場の調査、捜査、骨格の回収を支援するといった三つの主要分野に関与するが、あくまで一つの側面に過ぎない。大量殺人、またはテロの現場を処理することも、 方向古学者が関わる仕事の一つである。方向古学者は潜在的に重要な場所を発見する訓練を受けている。遺体が埋葬されている場所では地中で少量の土が形成される。緩い土と分解している体からの栄養素は周辺地域とは異なる種類の植物の成長を促進するため、 方向工学者はこれらの土壌の違いなどから有望そうな場所を特定することができる。典型的なケースでは通常、墓地はその周辺より緩く、より有機的な土壌を持っている。遺骨の調査は死亡時および死後の状況を知るのに役立つ。埋葬されていた骨格の調査はしばしば肉体の分解に影響する環境要因を考慮に入れる必要がある。タホノミーとは 土壌、水、及び植物や昆虫、その他の動物との作用によって引き起こされる人間の遺体の死後変化についての研究である。これらの影響を研究するために特別な研究施設が複数の大学で設置されており、学生と教員は寄贈された死体の分解過程における環境影響を研究している。ホレンジックタフォノミーでは生物タフォノミーと チリタフォノミーの二つの異なるセクションに分けられている。生物分類学は環境が体の分解にどのように影響するかの研究で具体的にはどのようにして分解が起こったのかを確認するための生物学的痕跡調査である。チリタフォノミーは体の分解がどのように環境に影響を与えるかの調査である。検査には土壌がどのように乱されたか。 周辺地域の pH 変化、周囲の植物成長の速度変化などが含まれる。これらの特性を調べることによって死亡時の状況とその後の出来事のタイムラインを知ることができる。米国ワシントン DC のスミソニアン協会国立歴史博物館の法医学人類学研究室一般的に法人類学者の多くは人類学の学士号を取得している。 大学での学習は、身体学と骨学に焦点を合わせ、生物学、科学、解剖学、遺伝学などの幅広いコースを受講することが推奨されている。その後、大学院に進み、形質人類学で博士号を取得し、骨学、法医学、及び考古学の過程を修了する場合が多い。法人類学での専門職を希望する場合は、解剖学クラスだけでなく、 調査機関や実践人類学者とのインターンシップを通して解剖の経験を積むことも推奨されている。教育要件が満たされると、その地域の法人類学協会による認定を受けることができる。ヨーロッパでは法人類学協会での意ム試験、アメリカの法人類学委員会による認定試験をクリアするということを意味している。通常、ほとんどの法人類学者は大学。 または研究施設のどちらかで雇用されており、パートタイムで法科学的な仕事を行うケースが多い。ただ、一部は政府、また国際機関においてフルタイムで働いている人も存在する。他の分野と同様に、法人類学者は司法制度における仕事として、高レベルの倫理基準に拘束される。故意、または誤って何らかの証拠を提出した場合、 違反の重大度に応じて当局によって、制裁、罰金、または投獄される可能性がある。また、利益相反の立場を明らかにしなかったり、発見事項の隠蔽などを行った個人は、懲戒処分に直面する可能性もある。法人類学者は、調査の過程で公平であり続けることが重要で、もし偏見が認められた場合、犯人を裁判にかけるための法廷において、 証拠自体に疑念を持たれる可能性があるからである。アメリカにおいては100人前後の学会で認められた法人類学者がいるという。1925年台北生まれ、農林中央金庫副総裁、国王有地の着難として東京都大田区で育つ。東京大学理学部人類学教室で自然人類学を専攻する。東京大学大学院卒業後、 福岡県小倉で行われた朝鮮戦争の米軍戦死者の鑑定を行い、やがてハワイの中央鑑識研究所に移動し、一貫して包囲人類学を実践した包囲人類学者。現在では広く使われているスーパーインポーズ法を開発し、日本人でありながらアメリカ陸軍中央鑑識研究所の責任者となり、骨のマジシャンと呼ばれた。朝鮮戦争。 ベトナム戦争での戦死者の遺体を修復し、身元を確認する仕事を担当し、4万体の骨を読んだ男として日本でも紹介され、その学術的な功績も高く評価された。アメリカ人のピューリッツァ賞受賞作家スーザン・シーハン、女子のミッシング・プレームの第2部の主役となる。同書は第二次世界大戦中に行方不明となった。 米軍爆撃機から遺骨を回収して身元確認がされる過程について書かれており、ここをただは約1年かけてこの22名すべての骨を同定。1985年、顕著な功績のあった連邦政府職員に贈られるエクスキャリバー賞を受賞する。鑑識の分野で日本人でありながら、名実ともにアメリカの第一人者となる。1976年、 バンコクでエジプト航空機事故の遺体処理の際に感染した B 型肝炎が原因で肝臓癌となり1988年高い。生涯を異国で包囲人類学に捧げた日本人包囲人類学者。亡くなった際、ロナルド・レーガンから追悼と感謝状が送られた。作家のその綾子と信仰が深く数々の本で対談。ココが,が病中にハワイの自宅へ。 そのが見舞いに訪れている。ありがとうございます。